ヘッドさん、あの沖縄出身の世界チャンピオンということなんですけれども、はい、沖縄出身のボクシングの世界チャンピオンってこういっぱいいると思うんですよね。いますね。例えば、まあ代表的なのがもう師匠である具志堅さん、はい、うん、が一番最初なのかな。そうです、一回中一番最初です。で、今何人ぐらいそもそもいらっしゃるんですか、沖縄出身の人って。一応カウントされてるのは、9人。9人もいる、うん、9人で、あの日本人の世界チャンピオン自体が90人いないぐらいのはずなんですよ。おで 10% ぐらいが沖縄で、人口比で言ったらね、沖縄ってもっと低いはずなんで。そうだよね。つまり沖縄の人はなぜかボクシングが強いというふうな言い方をしても間違いじゃない。間違いないですね、うん、これは一体どういうことなのかという話なんですよね。はいはい、はい、うん、これはその辺の秘密をご存知かなとちょっと思いました、まあ、そもそもじゃ あ, あの具志堅さん以外にも何人いるかちょっと出してみましょうよ、はいはい、具志堅さん次が、具志堅会長の次が、あれですよ、上原康恒さん、うん、2人ですね、うん、で次が、でその次が渡嘉敷さん、渡嘉敷さん、渡嘉敷さん、で渡嘉敷さんの次がともりさん、ともりさん、はい、その次が、その次が、新垣さん、新垣さん、浜田さんはどこでしたっけ。浜田さんがちょっと待ってくださいね、はい、順番がちょっと曖昧になったの、うん、ともりさんの次が新垣さん、うん、新垣さんの次が浜田さん、新垣さん次は浜田さん、じゃあ6人ぐらいですね、はい、でその後はで7人目が、平中さん、平中さん、はい、ひげのすごい人ですね。でその次が、江藤光輝お嬢ですねはい、その次がヒゲ大吾ヒガヒガですね、ヒゲ大吾はい、でも、まあ、確か9人ですね、はい、そうです、うん、なるほどなるほど、まあやっぱ多いと、多いですね、うん、これどういうこと、なんか皆さんに共通点があったりするんですかね。いやでもまあ見てる限り僕はね、最初一番ね共通してるのは毛深さかなと思ったんだけどと思ったんですけど、はい、ともりさんがね毛深くないんだよね。だからそれが当てはまらないと。ほとんど全員面識があるんですか。いや、あのその新垣さん以外は会ったことあります。ああ、具志堅会長もじゃあ毛深い。うん、あのはい、毛深いです。まあでもお年の割には髪の毛もね豊かに。こことかも結構すごいですから、ね。そうですか。T シャツから見えますから、ね。これ言っていいのかな。まあまあそれぐらいは。あ、毛深さじゃなかった。そうですね、毛深さだよな。じゃあ何だったんですか。ただね、僕が沖縄の、はい、やっぱ沖縄の人ってね、負けん気というか、うん、そういうのがね、やっぱりね、あのすごいね、強いのを感じる。なるほど、うん、あの例えばその沖縄にいたら、沖縄の言葉であるんですよ、うん、泣いちゃに負けないぞっていう。泣いちゃって何なんですか。泣いちゃっていうのはこの内地の人には負けないぞ、本土の人には。そうそうそう、あでやっぱり、ね、沖縄の人はこの我々は沖縄人なんだみたいな、うんうん、そういうね感覚がやっぱちょっとどっかであるんですよ。うん、なるほど、ね、それはね間違いないです。この間調べたのは、沖縄って日本語じゃないんですよね。え、うん、沖縄語っていう言葉が世界で発表されたんですよ、うん、はい、日本語とかあるじゃないですか、うん、それが沖縄語、琉球語だったから、うん、まあ、確かだいぶ方言として強いですよね、うん、でもそういうのがあったら4つぐらい、確か 8つぐらいあるんですよ、うん、日本でも、うんうん、青森とか、うん、その北海道の地名なんかもねだいぶ特徴的ですもんね。あ、そうなんですか。多分向こうのアイヌの言語なんでしょう、それから、うん、でそういう感じでやっぱり、ね、孤立してるって言い方ちょっとあれですけど、うんうん、やっぱあるんですよ、この我々はみたいな、うんうんうん、そういう思いがすごい強いんですよ、沖縄の人って、うんうんうん、では僕もね、あの内地いわゆるその、うん、沖縄から出るときに内地じゃねえ、負けんなよって言われて、うんうん、で試合するときも沖縄の人と試合しないんで、内地じゃタックルせよ、これは言ったらいけないかなタックルせよでもぶち殺しよって意味なんだけどあの、はい、そういうで言われてましたね、うん、でそういう気持ちが強いのと、うんうん、あと沖縄の人ね結構ね自己中なんですよ言葉を選べなくて申し訳ないですけどそうあの、ね、自分のことを自分本位でめっちゃ考えるから、ま、ちょっと、ま、マイペースの雰囲気があるそう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 めっちゃマイペースだからねそれがねあの沖縄の人ってほら普段おっとりしてるじゃないですか、うん、すごいおっとりしてるんだけどもうやっぱりねなんかあったらすぐ怒るし、うんうん、何くそってこの怒ったらもうすぐ人殴りたがるし血の気が荒いんですよ沖縄の人って基本的にまあ確かボクシング強そうな感じしますよね多分ねそこがね有利に出てるのかなと思います
だから分からんもんだよね。具志堅会長はほら親に人は殴るなよって育てられたけど、うん、世界チャンピオンになってるんですけどやっぱうちに秘めたこの怒りというかね、うん、闘争心というか、そう闘争心がねすごくあると思う。やっぱり戦争でやっぱりこの、うん、虐げられたね、そう虐げた分、うん、このでもそういった面でやっぱ会長もねこうやってに日本のみならずこの、うん、沖縄か沖縄のみならず日本を盛り上げましたけど、うんうん、この落ちてるところからこの、うんうん、うわーっていうの拳でこの、うん、引っ張り上げたというかそういうのを感じますね。でそういうのが沖縄の人の強みじゃないかなと僕は思ってますね。ちょっとざっくりで申し訳ないですけどいやまあまあでもそういうことですよね。いや本当そうです。うちなだましいってあの沖縄の心って言葉があるんですけど、はい、そういうのは人に優しく、うん、あのなんていうの弱いものを強いものから守るみたいな、うんうん、そういうのはなんかね昔からなんかありましたね。で小学校ぐらいからもう戦争の勉強、うん、戦争専門の授業とかありますから。そうなんですか、こんなもう戦争は二度とやらないよっていうこと、うんうん、命はもうすごく尊いもんなんだよっていうこと、うんうん、このいろいろやられてきた映像とか、うん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 今は出してるのか分かんないですけど僕はありました、うん、その時にやっぱりあやっぱこういうのやったらダメだなっていうのをこんだけやられたのかクソ負けてられないぞっていう思いがやっぱりどっかに出てあったと思います。それがやっぱりね沖縄の人にはみんな少なからずみんな持ってると思いますね。やっぱそのアメリカ軍そのねあそうそうそう悲惨な時の対戦相手だったそのアメリカの基地があるっていうとか、はい、そういったところもなんかそういうふうな精神を育てたところもあるんですか。いやもう絶対そうだと思います。で今でによくあるじゃないですか基地の、うん、飛行機の、うんうん、ヘリコプターとかオスプレイとかあったじゃないですか、うんうんうん、あったと、うん、ああいうの全部墜落して、うんうん、学校とかに落ちるんですよ、うんうん、危ないじゃないですか。たまたま死なない時も人が亡くならない時もあったけど、うんうん人が亡くなることとかも あるんで、うん、あとはもうあの米軍兵士のその暴行事件とかね。そうそうそう、うん、もう昔はもっといっぱいあったらしいんで、うんうんうん、それ考えるとやっぱりねあの日本政府に対しても、うん、なんで沖縄に基地を置くんだみたいな、うん、負担が強いおかしいぞとのもあったと思いますね、うんうん、そういうこのじゃあもう負けないぞっていう気持ちがやっぱ強くなると。はい僕はそう思います、うんうん、それがまあボクシングでいい風に出てるって感じなんですかね。そうです。なるほどね。だからねでもね僕はね沖縄の人にも言いたい、ナイチャーに負けないぞっていう言葉も、うん、確かにそれも好きなんですけど、でもね同じ人間ですから人種差別してもいけないです、うん、こっちから人種差別してる感じにもなってたところもあったから、うん、そうじゃないんだと、うんうんこの負けない気持ちは大切なんだけど、まあ、みんな人間やっぱりぬちどたからとねイチャリバチョーデーって言葉がある、んですよ来たらみんな仲間だよっていう言葉だ命は宝だよっていう、うん、その気持ちはもう本当に沖縄のすごくいいところで、うん、それはいいんですけどその敵対するような感覚は僕は今の沖縄の人には持ってほしくないかなと思いますね。で誰なんていうのかな沖縄の人ってやっぱ外国の人に強いんですよ。言うの忘れてました。外国の人が強いってのはどういうことなんですか。日本人と戦うよりも外国の人と戦った方が強いんですよ。うーんそれは僕も未だに解明してないんですけど、うんうん、それは具志堅会長も言ってました。へー沖縄の人はね海外に強いんだよ。うーんなんでなんですかね。なんで日本人より海外とやった方がなんか沖縄の力発揮できるんだよ。それ何ですか。いやあるんだよって説明はしなかったんですけどでも確かに僕も海外だとなんか何も考えないでパーッとできたんで、まあそれ当てはまるか分かんないけどな、うん、でもそういうところもありましたね沖縄の人は。まあまあでもそんなにね対抗する意識でこう強くなるのはいいけど、はい、まあ、それが差別心になったらダメだよって話は。そうですありがとうございます。